皆さんこんにちは、テックアートの鎌田です。いよいよ来ました TTI 6速ドグミッションシーケンシャーですね。全てね作ってもらったんだけどね、最初からね、マグネシウムボディ世界初、テックアート用専用に作っていただきました。前回シーケンシャーのテストした時のミッションより短くなってるんです。21ミリ短くなってます。すっごい短いんですよ。僕ね、こんな短いミッションを見たの初めてかもしれないぐらい。ここの中にギアが6個入ってるんです。とにかくまあ NA なんで、まず軽量、軽くしていただきたくて、かなり無理を言って作っていただきました。実際の重さなんですけど、T50 の、ベルハージングまでついてる重さね、それとこの、マグの、6速のシーケンシャーミッションの重さがなんとね、 T50 から 1.8 キロ重いだけだよ。すごくないですか。しかも6速入ってますからね。最初に組んだやつはだいたい10キロ近かったかな。それがなんと、7キロ以上も軽くなってしまいました。すごくないですかこれ。7キロどうやって軽くしてるのだろうっていうのをね、メーカーさんに聞いたんですけども、アルミからマグボディに変えました。でさらに中のギアね、ギアを、通常のターボ用よりギア一個一個を全部肉抜きしてもらってんですね。薄くしてもらって、でそれで薄くした分まあコンパクトになるじゃないですか。通常ボディってね、なかなか作り変えることないと思うんですけども、その肉抜きしたギアに合わせてさらにこのケースも全部作り直していただいたと。感謝しかありませんね、TTI さん、ありがとうございます。僕たちね、こう AE86 のというかね、その NA のライトウェイトの車両を乗ってる人たちはやっぱりとにかく軽さが、まあ、重視ですよね。もうね、軽くできるところはどこボディーどこでも切っちゃうみたいな、軽けりゃ偉いだろみたいなところがあるんですけども、なかなかね、こういう主要部品、そのエンジンにしてもミッションにしろ、なかなかこう軽量ってできないものだと僕は思ってたのですが、もう本当にね嬉しい。しかもこれが世界初、すんごい短くないですこれね。えまたね、このねシフトのフィーリングを見てもらいたいんですけど、ちょっと押さえていいですか、自分でやるか。今ねニュートラルね、いくよ、6、どここれ、カッチカッチ、下げるよ、これで今1で、ここからニュートラルに、これニュートラル、そんでバックが、これバック、これバック、すごくないこれ。付属のインジゲーターなんですけど、なんかのこれアンプ、何っていう感じがするでしょ。なんかツヤがないしさ、なんだろうこれって、コンデンサーこれ何って思うでしょ。実はしゅんさん入れてください、じゃん。すごくないですかこれ。あえて表面がツヤがないようにしてあるんですって。ドライバーが走ってる時にこの表面のツヤでなんか見づらいと、まあ見にくい、反射しちゃってっていうので、あえて表面をこうやってツヤのない、仕様にしてあるらしいんですけども、回してください、1速2速もっと速く3、4、5、筑波を走ってるイメージで。すごくないですかこれ。多分カメラから見ててもすごくくっきり見えてると思いますよ。一本シフトですね。ね、これでこっちにバックにして、こっちで今ちょっとつながってないからだけど、これでガチャガチャするっていう感じね。ここでねちょっとまあ輪郭ついてないからだけど、こういう感じで、でバックみたいな。これはやばいでしょ。皆さんちょっと気になると思うんです、なってると思うんですけど、このドグミッションの中のギア構造、
見たくないですか。はい、しゅんさんです。こんにちは。しゅんさんね、あのこのミッションがテックに届くということでかなりシーケンシャル勉強してますね。したよね。した。蓋をまず外して、はい、どんどんバラしていきましょう。これね、世界初ですからね。しゅんさんサクサクとバラすね。まあ24みたいだね。この黒いのはブラックマグネシウム。マグネシウム金属には非常に腐食、はい、マグネシウム独特の錆が発生するので、表面処理にクロメート、クロメート、はい、クロメート処理をした後にラノリンオイルでさらに表面を染色して、そのままだとすぐ実際腐食するじゃないですか。それを抑えるためにそのいう加工を。その通りです、その通りです。そうするとこういう黒くなってくる、ね、そうですね。これもこれもその通りです。もう黒いところは全部マグネシウム。すごいよな、すごい技術ですよね。通常のミッションバラスより簡単そうにやってない？簡単だね、これ。ねえ。見てる感じでも、このね、見てる限りでも、なんか、構造が単純ですよね。うん。タモさん、中見てください。ギアが顔を覗けて、覗いてますよ。ここ。早い、バラすのが。ちょっと硬いね。硬い。全部マグネシウムです。ねえ、本当ですよね。これもマグ、これもマグ。消耗品のバネ。これね。シーケンシャルはこのシフトドラムが回転することによって1速、2速、3速、4速と入り、そのシフトのポヨンと戻る反発がこのバネで作られています。激しく走られている方はこのバネがへたる可能性があるので、まあ、へたった場合は非常に安いこの部品をポンと変えるだけですぐ戻ります。少しなんかこうシフトのねフィーリングが緩いなと思ったら、まあ、このスプリングを変えてあげるっていうイメージですよね。シフトのねフィールがねフィーリングがあまりちょっと緩いなと思ったらこのバネを変えてあげる。じゃあ開けてみましょうか。オープン。なんかもうギアが近いね、一つ一つの各ギアがね、すっごく詰まってる。すごいですね、このミッションギア。隙間がないからやっぱりここのね隙間が狭く。先ほど言ってたその軽量されてる部分っていうところですけど、これがねターボ用のギア。これだけ薄くなってるんですよ。このギアだけで8ミリ薄くしてもらってます。各ギア全てを薄くしていただいて、こう見てこの溝肉抜きもしてもらってる。こう本当に細かいものを全て計量していただいて、T50 と 1.8 キロ T50 斜めですね、ギアが斜めなんですけど、はい、この幅とかこのギアの作りの、ね、なんていうんですかね、丈夫そうな感じですよね、見るからにね、うん、これ500馬力ぐらいあっても全然壊れないですね。ギアが上から一気にね、ギアがさごついね。多分ねギア単体で考えたって同じようなもんなんだけど、
この時点でもこっちの方が軽いもん。柊さんさ、ドグミッションの構造、うん、どうやってカチャカチャって言ってるのか。このこれがこれ、うん、で、うん、でギアがあって、このレバーでチャンチャンと動くわけですね。いつもここギアが入ると動かせるかな。リバース1 2、1と2のところで切り替わるんですね。3、4、今みたい、うん、隙間ね。ここのさ、86のミッション組んだことある人だとさ、うん、これ逆じゃん、うん、どこどこ、ここのフォークのさ、うん、内側にリングが入るじゃん、うん、そうね、A86 のね、このフォークの部分とかさ、構造をちょっと見ていただいてさ、見て見て、僕もね、もう入らないぐらいのクリアランスしかないもんね。これに純正だとこのシンクロがつくから、まあ、これちょっとサイズが違うところのやつだけど、もう厚みがね、明らかに薄くできる。プイーンって回ってるところにギアを変えたら、カチャン、これカチャン、カチャン、これね、パーシャルの時とかね、ちょっとガタガタガタっていう時っていうのは、ここのギアが動いてる時のね、このくらいクリアランスがないとガチャガチャ入っていかない。もう常に回ってるもんだからね。やっぱさ、ほらニュートラルから一速にいる時にガコンって車が動くじゃん、うん、ガコンっていうね、それこれだろうね、そう、それ当たってるとキュッと入ってガコンってのね、面白いね。いや、この新品をバラしてしまいました。ギアの厚みとかさ、なかなか伝わんないから見た方がいいんだよねえ。でもなかなかほら、普通ドグミッションの中って見れないじゃない、ね、これがこれになったらどんだけ強くなるのって話でしょ。まあそうだね、うん、軽い、うん、これなんか軽っ、重そうでしょこれ。重いんじゃないのこれ、軽っ、すごい軽い、重そうに見えてたね。ねえ、ある意味でこのくらいのね、ものだとさ、結構ずしってくるよね。こう軽装さ、無垢で、無垢だからね。で、これ、すごいよ。あとは注意したいのはあれだよね。どうしてもさ、ギアがさ、削れるわけじゃん。やっぱ使ってるうちにさ、そういうのを考えるとさ、オイルクーラーはいらないけどさ、オイルポンプでオイルを循環させるっていうのは、そうね、フィルター通してね、ありだよね。基本的にそれは絶対ね、やりたいよね、やってもらわないとダメ、うん、オイルポンプでオイル循環させてフィルターを通す、それをすることによって少し長持ちするんじゃないかなと。ただまあ、サーキットをガンガン走ってる人はまあ最低でも年に1回は開けましょうよっていう、その前にシフトのフィーリングがね、少し悪くなってきたら、こういうスプリングとかはね、消耗部に出てるから、こういうのを交換しましょうっていうところですかね。特に他は注意でもないんじゃない。もうガンガン走ってもらっちゃった方がいいと思います。ギア比の話をすると、前回僕がテストした時のギア比ともうガラッともう変えていただいてます。 NA の比率なマシンなんで、ギアをもう細かく刻んでいただけるように、1速2速を3に近づけて、あとはメインドラで全てのギア比をギュッと凝縮して、ステップ比でいうと 0.2 がまあ何ぐらいかな、シフトアップしてもファイナルギア 4.7 だとしたら1500回転ぐらい変わるか変わんないかかなぐらいで、パン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 上がっていくと思うん でしかも6速あるじゃないですか。筑波なんかで走ったらもう最高ですよ。それでスピードウェイとか行くんであればファイナルギアをね、少しまあ変えていけばどこでも使えるんで、 TTR さんにお願いしてテックアウト仕様で作っていただきました。というわけで、TTI の、6速シーケンシャルミッションバラしてみました。そういう企画、そんな感じですか、そんな感じ。これ僕がまずね、僕のこの N2 の方に積んでですね、タイムアタックしてきてみたいと思います。